はい、ということで本体が開きましたけど、まだまだ段ボールはいっぱいあります。これはなんか意外にスタンダードなゲームボーイが、意外とスタンダードなゲームボーイがこのようにありますね。まずね、英単語とかそういうのやったんですかね。そして Xbox360 のバイオハザードモンスターハンターと、あとこれはロストプラネット2、 Xbox360 です。そしてゲームボーイが、まあこう、まあ結構ね、大衆的なナンバーが、ん？ハムナプトラ、これどうなんだろう。この辺は普通なんですけど、ハムナプトラ、これちょっとわかんないですね。で、64のバス釣りナンバーは、この辺はね、本当に50人お取り下さいになったナンバーでもありますね。で、あ、ここスーハミが多いわ。バトルマスターとスーパービーチバレー。綺麗、すごい綺麗。そしてなぜかドラクエ5が1個あり、ゼルダのヒント集と、アートオブファイティングネオジョ CD とスターオーシャンの説明書がありまして、あ、これ、ね、やっぱスーサミが多いんですけど、とりあえずこっちの Xbox からいっちゃいますか。デッドライジング 2XBOX360、 ロリポップチェーンソー、あー、このロリポップ系の人がチェーンソーで戦うみたいな、いや、キネクトスターウォーズで、モンスターハンター、マッマックスアナーキーモンスターハンター、これ同じってこと？同じではないか。フォワード2、フォワード4って書いてあります。そしてこれ 3DS、 あ、 3DS の新品がある。アスファルト 3D ニトロレーシング、これ新品ですね。 3DS がここにまたあるんですけど、ドラゴンクエストモンスターズ、ジョーカー3、メタルギアソリッド 3D、 トリコグルメガバトル、 3DS のナンバーですね。はい、そして、あ、3DS が結構多いわ、これ。ちょっと僕は貴重かどうかね、判断いたしかねるとか、できないやつが多いんでね、もし貴重なやつがあったら教えてくださいね。ブレイブリーデフォルト、シアトリズムファイナルファンタジー、ファイナルファンタジーエクスプローラーズ、新三国無双バーサス、超リッチたまごっちのプチプチお店っち、たまごっち、2012年にたまごっちが出てるんですね。キングダムハーツ 3D、 エクストルーパーズ 3DS、 全然見たこともやったこともないですね、この辺りね。 3DS がちょっといっぱい連発します。大逆転裁判、ドラクエモンスターズ、テリーのワンダーランド、アスファルト 3D ニトロレーシング、これは新品ではないですね。善人死亡ですっていうの、善人死亡です、ラブプラス、ラビリンスの彼方、知らない、本当に初めて、初見のやつが多いな、これ。 AKB48 プラスミー、ウィニングイレブン2013、逆転裁判123、シアトリズムファイナルファンタジー、あ、これ新品だ、逆転裁判。そしてすげえ 3DS がいっぱいある。モンスターハンターストーリーズ、ワンピース、太鼓の達人ちょっとね、どんどんこう、どんどんよ、タイトルを読み上げていっちゃいますけど、なかなかちょっと思い出があるとかそういう問題じゃないんでね、初めて見るんでね。アルバトロスの翼新品、ラブプラス、まあこの辺はね DS にもありましたよね。あとこれか、またこれの新品、アスファルト 3D ニトロレーシング、これは3個目ぐらいですよね多分ね。で 3DS は終わりましたと。でスーハミは結構続いてます。ダビスタ96、あ、スターソルジャー、バニシングアース64ですね。あ、名人、この頃の名人レアじゃない、これちょっと映ってます、この頃の名人ってメディアほぼ出なかったんで、ゲームウェーブでしたっけ、名人出たのぐらいしか出なかったんじゃない、この時名人ちょっと髪を剃るちょっと前ですよね、これ多分。高橋名人プロデュース、はい、スターソルジャー、バニシングアース、シューティングゲームを知り尽くしたあの高橋名人が本作を全面的にプロデュース、爽快感を追求したこだわりのシューティングゲームだとなっております。そして、あとなんか1個、ま、あ、ここにもう1個あるわ、 3DS と、これなんかレアなやつですかね、ぷよぷよ2って書いてありますね。形状がなんか珍しい、でも海外じゃない、セガって書いてある。そしてまたこれアスファルト 3D ニトロレーシング、これ5個目ぐらいですよね、新品。そしてこのなんかこれソニーのテープみたいなやつの中に、あ、ディスクカードも入ってる。ディスクカードもね、近年ドラキュラとかね、20万とかしてましたよね、新品。新品はやっぱ今すごい値段が跳ね上がりやすいですよね。ゼルダ、ジャパンコース、リンク、
メトロイドの箱と説明書、ゼルダ、ダバはアイスクライマー、これ珍しいですよね、アーケードも。あ、オールナイトニッポンだ。これもやっぱあのラベルがこうなってるとね、これがまあなんか本物かどうかっていう判断もしづらいんだよね。あのラベルが本物のやつが貼ってないとやっぱこれは結構ね、そんな貴重なものではなくなってきますよね。でそして、あ、メトロイド出しただけなのか、こっちに入ってますね。バツって書いてあるってことはエラーなのかもしれないですね。これがディスクカードにこう詰めてあるやつですね。いや、ディスク本体に詰めてあるやつですね。そしてパルテノのカード。あ、マジでなんかすげえのがあった。これもう、ラベルとか書き換え用の説明書があれば、ね、2、30万とかになるやつですね。くるくるだと。という、まあ、ディスクカードが入ってるやつでしたね。で、あとはこの箱自体には、スーハミがいっぱい入ってますね。トレジャーハンター G。スーパーピンボール、ジャキクラッシュ。なんかこれね、すげえ思い入れがあるっていう人聞いたんですよね、なんか。これ、親かなんか買ってきて、泣きそうになったって言ってましたね、これね。きつかったって意味だとは思うんですけどね、ジャキクラッシュ。で、スーハミの箱付きが多いんですよね、例えば。結構これすごい綺麗。ファミスタ5。マリオカート、マリオ、ピクロス、ファミスタ3、ドラッケンと。結構綺麗ですね、全体的に。そしてこの辺り、パチオくんスペシャル3、デッドダンス、ドラボッチャのゴルフ、スーパー R タイプ、聖剣2、インベーダー、ぷよぷよ2と。ハミスター多いですね。ハミスター4、桃鉄ハッピー、カービーボール、魔法陣ぐるぐると。そして、スーパードンキングコング3とスーパー F1 サーカスリミッテッド、はい、というね、スーパーハミコンディスクカード64などが入っていた箱でしたね。はい、というね、あの 3DS スーハミディスクカードとかのやつでしたけど、次こちらですね。あー、ここもすごい。このコナミアンティークスのボリューム 2MSX コレクション、はい、いきなり来ましたね。コナミのゴルフ、コナミのビリヤード、ワンパクアスレチック、マジカルツリー、イーガーコーデの逆襲、魔女伝説スーパーコブラ、ツインビー、グラディウス2、ハイパースポーツ3と。MSX ですからね、これが PS1 でできるっていうね、なかなか貴重なもんだと。帯あると思います。やはりというかありましたね。あ、ここも貴重だ、本当に。グラディウスデラックスパック 4PS1。 あ、これは帯はないですね。どうだろう、この辺とかどうですかね。そのボリュームなんとかにもってください。5000円ぐらいですよね、多分ね。なんか変わってたりすれば新しい情報を教えてくださいと。極上プロデュースはサラマンダデラックスパックプラス、この辺も貴重だと思いますね。綺麗で帯とかがあれば7、8000円とかですよね、これね。これちょっと折り曲がるのが怖いんだよね。帯はないのか。このパターン多いですね。ハガキはあるけど帯はないんだ。サラマンダデラックスパック貴重です。極上パロディスはデラックスパック、あ、これ帯が入ってる、ハガキも入ってる。こううまく入れとかないと、ね、帯ってすげえ傷んだり折り目がつきますよね。そして日物アーケードクラシックス、クレイジークライマー85、ムーンクレスター、フリスキートム、トムズストライクバック、フリスキートムとはまた違うんですかね、これね。帯はなかったのかな。あ、でなぜかゲームアドバンス SP がなぜかですね。多分これ電源は入ってないですよね。電源というか充電残ってないですよね。多分この業界の倉庫は多分しばらく置きっぱなしになったと思うんで。で、あ、ストライダーヒル1-2、これも貴重ですね。これもやっぱ綺麗だったりする。あ、帯もある。うわ、すげえ綺麗。帯もあります。これは7、8000円とかでしょ、多分。で、カプコンさん系のやつがあるんですね。ストツダッシュ、これってなんですかね。今の若い人が言うとこうなってるじゃないですか。まあ、CD もそうなんですけど、2枚組じゃないのにこっちからでこっちしか入ってないみたいなやつがあるんですよ、PC エンジンって。だからなんか1枚欠品とかって書いてあるお店が何回か見たことあるんで、今の若い人、全く知らない人が見ると、まあ結構このなんか2枚2個はケースがあって1個空なわけですから、ちょっと気になりますよね、これね。これは、あ、すごい、ハニーインザスカイ、サラマンダ、ヒューカードの何倍、なかなか貴重なものだと思います。ワンダーモーの説明書があり、チキチマシンの 3D を切なし、ウルトラボックス2号、ワースター91、パワードリフト、ヘビーユニット、PC エンジン、ヒューカードが入ってますね。で、マーク3、ファンタシースター。あれ、これなんか軽いな。あ、切なしか。あ、マップなしだっけ、この場合。
説明書あったんですけど、このなんか入ってましたね、確かね、ファンタシースター。あ、でゲームボーイ信長の野望がなぜかあり、あ、ナムコアンソロジー、これもなかなかね、あの懐かしいナンバーが入ってるんですね。バベル、スターラスター、あとレッスルボール、あ、これ帯もハガキもあります。富士富士、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士富士。